つも小林消防設備の動画をご視聴していただきありがとうございます。福岡県豊前市の小林消防設備の小林です。今日は私が施工した非常警報設備のシステム、操作部に、小型総合板接続したんですけれども、渡りを入れてですね、もう一つ、小型総合板、これを接続してですね、その作動について、見ていきます。
予備電池をつないで、電源を入れてですね、作動を確認していきましょう。はい、今予備電池入れました。今ですね、予備電池、入れてですね、交流電源も、オンにしまして、今表示灯もついてます。だこの状態でですね、操作部の方から試験していきましょう。作動試験、するとですね、2つ明動しますので、見ていてください。じゃあ、作動させます。はい、こういった形で明動しますし、ここを押しても明動。こちらを押しても明動。はい、こういった形でですね、渡りを入れることで、双方ですね、起動させることが、可能になります。復旧についてはですね、このシステムの場合には、このコアラ総合版の発信機部分、起動部分をですね、復旧、まあ、ここにあの復旧のボタンがあるんですけどね、この復旧ボタンを操作すれば、音が止まる、そういった形に、なります。簡単でしたが、今日は私が施工した非常警報設備のシステム、操作部に小型総合板、さらに小型総合板を渡りで増設して、その作動についてご説明いたしました。